大学版のトップバッターは中田浩二さんです。作品名はディレクトリーウォーです。それではお願いいたします。はい、えー、しょ。あ、入ってますはい、えー、紹介ありがとうございます。えー、っとそれでは今からディレクトリーウォーという、えー、作品の紹介を始めさせていただきます。で、えー、発表者は立命、えー、館大学情報理工学研究科2回生の、えー、中田浩二です。えー、本日はよろしくお願いします。 でえー、といきなりなんですけれども、タイトルにもあるディレクトリなんですけれども、2つの特徴があると思うんですね。で1つはファイルをグループ化、だからつまり整理できるといった能力があってで、もう1つは階層構造を持つことができる、だからつまりディレクトリの中にディレクトリがあるといった、えー、ごめんなさい、すいません、えー、階層構造を持つといった。えー 特で僕はこの,この特徴を使ってこの特徴を使ってディレクトリを3次元的に可視化してそのゲームの舞台として使用することができたら非常に面白いゲームができるのではないかというふうに考えました。 えーえーまあ、具体的には例えば、普段使っているファイル例えば実験で出たデータだとか、えー、普段収集している画像が、えー、キャラとして登場して、えー、そのフ,ァイルファイルとの触れ合いができたりだとかまた、えー、とディレクトリ全体を、えー、可視化することでそれ,それ自体が男女になるだから例えば、えー、他人の,そのディレクトリを可視化してそのまあ可視あの隠しフォルダをその探索する楽しみだとか。 たえー、そういった,、まあ、た楽しみ方ができるのではないかと考えましたただ、えー、これだけではゲームとして成り立たないんですね、えー、だ,だからつまりトィールドと敵を用意したんです用意したんですけれどももう一つ必要な要素があってそれはそのディレクトリを、えー、ディレクトリが可視化された世界をそのをめ巡るための,そのつまりゲームの主人公が必要なわけですねで、えー、このディレクトリ王はそのこのようこれらの要素を、えー 融合させた、えー、ゲームとなっていますそれでは今から、えー、1分間の PV を見てもらいます。で、えーでえー、この PV を見れば、まあ、大体ディレクトリの、ディレクトリー王のことが分かるといった動画になっています。それではご,、えー、ご覧ください。 はい、視聴ありがとうございますそれでは今からディレクトリウォーのもう少し詳しい概要について説明させていただきます。えー、PV 見てわかるようにディレクトリが舞台となったロボットシューティングとなっています。でまあ、アイテムを集めたり敵を倒しながらハイスコアを目指してくださいといったゲーム内容です。でえー、と言ったように指定したディレクトリが可視化されます。 でその可視化された戦場をプレイヤーが操る2つの機体ファイターとバトルポットと呼んでるんですけれどもその2つの機体を切り替えながらゲームを進めていくといった内容になっています。それではゲームの流れを説明しながらもう少し詳しいことを見ていきます。 えとまず突入前です、ねあ、ディレクトリの突入前です。でこれは下の,図のよ下の図のようにディレクトリの構造が分かるように可視化されています。でこの可視化された世界をファイターあの飛行機で,す、ね、飛行機でその探索してで一定の距離まで近づいたらそのディレクトリに侵入できるといった流れになっています。 でえー、とこの下の気構造なんですけれども、適当にレイアウトしているわけではないので、少しだけ説明させていただきます。でえー、とこれは、えー、レインゴール・ロチルフォードと法という、まあ、この世界では有名らしいんですけれども、そういった そのアルゴリズムがあってそれをまあ自分で実装して適用してみましたで、えっと、まあ主に守ることは2つですね、えっと、まず左の左のキーで、まあ、スペースが空いてると思うんですけれどもそのスペースが空いていたら詰めるといったことをしますで詰めた後にこの青色の個要素の中央に親要素を置くといったこの2つのループをしていくことで綺麗な木を作る木構造をレイアウトしています はいそれでは次にお待ちかねのディレクトリ内でのバトルポットによる戦闘について説明していきます。これはバトルポットとフィールドと可視化されたファイル、この3つについて説明していきます。まずはバトルポットですね。ちなみにこれはアーマード・コア4というゲームを若干参考にさせていただいていますで。これはまず4つの武器が使用可能です。で、同時に2つの武器を使用できます。 であと先ほど PV でもあったように、えー、カスタマイズというものができるようになっています。でえーでえー、動作の特徴としては2点ですね。まずブーストゲージのーを消費するアクションです。で上昇、まあ、つまりジャンプ,です、ね、ジャンプと,あと高速ブーストというのができます。で高速ブーストしているのが、えー、と動画あ止まっちゃってますけど、えー、高速ブーストができます。でこれで、えー、と急速旋回だとか、えー、一気に接近したりだとかそういったことができるので。えー これで高速戦闘を楽しんでくださいという感じです。であとあ後で、もう次のスライドにも説明するんですけども、あとオートロックオンというのを設けています。でこれはカメラの中央に付近にいる敵を自動でロックオンして、その10えー、弾,の弾をその弾道補正しています。でなんでそんなことをしているかというのを次説明します。 でえー、とこれをしないと,、えー、と銃の左遷をそのまま使うと当たらないんですよ。正確にはものすごく当てにくいんですね。というわけで、えー、補正をしていますで。補正の方法としては予測射撃をしています。でえーまあ、当たり前なんですけど、その前のフレーム、えー、とあー敵が敵動いているので、えーそえー、そのフレーム時点での敵の場所に弾を撃っても当たらないんですよね。というわけで、えー、敵の速度から位置を予測して、えー 当てに、えー、補正して当てに行くようにしています。で次に、えー、バトルポットが、えーえー、っと駆け回るそのフィールドの説明をしてします。で六、えー、つの属性からランダムに、えー、生成されています。で属性というのはあの今の前の図で言うと、えー、っとこれは氷ですね。あとなんか溶岩とか砂漠とか、えー、まあ6つの 属で、あと障害物あ、岩とかあとアイテム、アイテムはアイテムもランダムに生成され、ランダムに配置されるんですけれども、そのめり込まないようにちゃんと考慮はされています。で、また、隣接するディレクトリに移動することが可能です。だから例えば、親子関係にあるディレクトリなんかは、この図のディレクトリ移動ラインというものを使って移動することが可能となっています。 でまた、えー、ランプというものがあって、えー、こ,れをこれを見ると訪問状態が分かります。えー、とだから例えばそのまだ訪問してなかったら白、訪問してたら赤で、えー、と敵が全滅してたら緑といった風な色になっています。はい、でちょっと時間がないようなので,で可視化されと。えー であと、可視化されているデータですね。データです、えっと、動画と画像とテキストと音楽と圧縮ファイルとその他のファイル、この6つが出ます。で画像と動画を破壊すると割れたりして、あとテキストはテキストの中身が出ます。であと、戦闘が終了したら、戦闘結果が出て、破壊されたファイルがエンドロールのように出てくるといった内容になってます。この話を でえー、と最後に使ったものですね、使ったものは Unity です。で、このスライドで一番言いたいことは、3D モデルは全部自分で自作したということです。はいえー、とまとめに入りますあ。まとめはこのようになります。で、下の動画は、ご清聴ありがとうございましたというコメントが描かれた、えー、可視化された画像を破壊,破壊している動画になります。というわけで、はい、ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。それでは質疑応答の時間に移りたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。大変面白く聞か,聞かせていただきました。これは基本的にはそのゲームの中でのあの破壊があの実際のファイルを操作したりはしないんですかね。中でなんかその。 なのファイルをこう解凍できちゃうとかそこはちょっと考えてないですね、あとそのいっぱいあのたくさんの方にその撃破ファイルを実際に削除するという危ない機能を提案いただいているんですけれども、さすがにウイルスを提出していることになるので、さすがにそれはやめましたそれでまたネット対戦とかできたら面白いのになと思いました。<laughs> はい、ありがとうございます 他に質問のある方はいらっしゃいますかではえあ後のの方あの戦闘シーンなんですけど、はい、結構激しく動いてるじゃないですか。はい 操作とかってどうやってるんですかね、難しいとかあそうですねあの、たくさんの方にあのブースであの操作さし,、えー、してもらったんですけれども、えー、割と難しい、難しいですね、はいあの、ほとんどの方がまだバトルポットを操作しきれていないという感じでした。はい ほかに質問のある方いらっしゃいますかえっと 3D モデルを自作されたということですけれども、えっと、制作期間は その分かなり伸びたんでしょうかというか 3D モデルとゲームそのもので 3D モデルの方が制作時間がかかったとかそういうことはありますかあ確かに、まあ確かにそうですね半、もしかしたら半々ぐらいかもしれないですね、あのちゃんと管理はしてないんで分かんないですけれども、はい、えー、っとで、制作期間自体は、まあ、半,年ぐらいなん半年ぐらいで、で、まあ、まあ、ちょくちょくその ちょくちょくやってたんで、まあははえー、っと半年まるまる使ってたわけではないんですけれども、あそうですね、そう考えると、まあ、モデリングに3か月弱ぐらいかかってるかもしれないですね。はい、ありがととうございますあえー、っと ディレクトリを探すような楽しみもあるみたいな話が最初にちらっと出てたと思うんですけどあのディレクトリの中にあるファイルによってあのステージ変わると思うんですがそのステージの方を見てあこの雰囲気はあの,あの人が使ってるディレクトリやなとかなんかそういう。 なんていうか、えー、と中を探ってるような雰囲気っていうのは感じられるものなんでしょうかあ、えー、とフィールド自体はディレクトリの内容を反映しないんですよ。えー、とフ,ァイルファイルが可視化されるだけであってそのデ,ィレクトリディレクトリの構造がどうだからその例えば属性がそのあの氷になるとかそういうようなシステムではないですね。はい ディレクトリの中にあるあのファイルがどういう割合であるかとかいうのが反映されるんですよねえ割合といいますかあ,あるあるファイルが、うんえー、ディレクトリの中に存在しているファイルが、えーほぼえー、全部可視化されるというた感じになりますあここは実行ファイルばっかりやからシステムのフォルダだなとかあそういうなんか探索の面白さっていうのもあの実現されてるのかなというふうに思ったのでうたあそうです、ね、探索。 ええ、一応なんか、そのディレクトリ、えそのディレクトリの一部に、そのレアアイテムがドロップする。フィールドみたいなのは設けています。ありがとうございます。といったところで。そろそろ、質疑応答の時間を区切らせていただきたいと思います。以上で、中田浩二さんの発表を終わります。ありがとうございました。